を切っていました。では2レース実況でお伝えします。先ほどの第1レースは2車間3連単非常に硬い決着でありました。中野咲が打賞4コーナー7番手から外追い上げて、その動きを冷静に見極め、1コーナー4番手から一気にまくって最終枠を取った埼玉ルーキー太田理由、ミッドナイト、そして玉の初登場でありましたが、度肝を抜くスピード満点の幕入で、なんと2着中村ゆかり選手につけた差は大差、ぶっちぎっての圧勝。第2選考で中村ゆかりが懸命に踏ん張って2着、バック中段からまくりを追い込み、地元三宅愛理が3着の第1レースでした。2レースも L 級ガールズ予選の1が行われます。対戦メンバーをご紹介します。1番愛知の猪子真美、2番栃木梶田舞、3番熊本中川涼子、4番埼玉関口美穂、5番神奈川佐藤明子、6番福島藤巻恵梨香、7番佐賀112期ルーキーです吉原奈々、以上7名で行われます。4周回1625メートル、藤原亮太が先頭誘導員を務めます。来月12月28日平塚で行われますガールズグランプリ、今回5年連続出場を決めた栃木の梶田舞、玉の2度目の参戦、前回は決勝3着でありました梶田、玉の2度目の登場、どんなレースを見せるか。当然目標ガールズグランプリへ向けて残りあと1ヶ月半、一走一走本人にとっても大事な戦いです。その梶田が人気の中心、まもなく発走です。発走いたします。前傾姿勢は準備完了、まもなくスタートです。 L 級ガールズ予選の1、2組目、2レーススタートです。スタート1回持っています。6番の福島ガールズ5期生です藤巻恵梨香が前を取りました。3番のガールズ1期生は中川涼子が前から2番手、注目ガールズの2期生2番の梶田舞が前から3番手、同じくガールズ2期生です1番の猪子真美が梶田の後ろ4番手から、その後4番の埼玉関口美穂5番手、ガールズ1期生です。5番の佐藤明子、今回は復帰初戦となりますガールズ4期生です6番手から、1番後ろがガールズ5期生です110期ガールズ6期生ルーキーの吉原奈々が1番後ろ、6番の藤巻正攻法です、玉の3回目の登場、バックホース2本持っています。3番の中川涼子、前から2番手です。今回玉の7度目の登場、過去第1回大会が参戦で圧戦3場所連続優勝の実績もあります中川涼子、今年は6月高知で優勝があります。注目2番の梶田舞は玉の2度目です。先月の豊橋を含め今年ここまで9回の優勝、過去グランプリでは2度制覇を含めて、年末のグランプリは5年連続出場も決めております。残り本番まで1ヶ月半、一走一走梶田にとっても大事な戦い、結果がもう要求されます。1番の猪子真美、梶田と同期であります、前から4番手、先月久留美は決勝3着です。4番の関口美穂、9月の豊富で決勝進出、玉野は6回目の登場、5番の佐藤明子は4ヶ月目の復帰戦、玉野は3度目の登場、7番のルーキーの吉原奈々、玉野初登場です。前々場所松戸の最終日に初勝利を挙げております。勝負どころ打賞の周回に入っています。誰がレースを動かしてくるか、人気の軸梶田は3番手、対抗格中川が1つ前のポジション2番手にいる状況、打賞です。まだ我慢比べか、誰が動くか、6番手から復帰戦、佐藤和子、まずは自分から動きます。復帰戦、まずは自分との戦いです。4コーナー佐藤の先行で冷静に梶田がもう2番手、外から藤巻との踏み比べ、すんなりとって中川も梶田の後ろぴったりと続きます。上位3強対決が、6番の藤巻が3番で内川、中川と粘って3番手から中川が先にまくって梶田が合わせますが、中川が先にバック先頭、梶田が2番手収まった、今度はその後ろ6番の藤巻3番で、1番の猪子真美切り替えて4番で内潜り込みかかった、4コーラが直線、中川涼子3番で負け、冷静に乗って2番の梶田が貫禄の追い込み、2着どちらだ、2着微妙だ、藤巻か中川か、6番3番の2着微妙、その後1番の猪子真美か、中川涼子が3番手が2コーナー先にまくって梶田包まれたシーンがありましたが、冷静に2番手収まって直線差し返す形で快勝、あとは2着どうでしょうか、6番の藤巻がうまく梶田の後ろに乗り換えて直線外に持ち出しました、2着争い先に仕掛けた中川が粘れたのか、梶田の後ろに乗り換えて追い込んだ6番の藤巻か、 2,3 着どちらでしょうか、この角度ではどちらか微妙な感じがいたします。内が3番の中が外6番の藤巻、2、3着微妙であります。どうぞ決定放送お待ちください。2レースでした。
ゴール体制はご覧の通り、2番、そして3番、6番、これは接戦になっている模様ですので、決定があるまでは今しばらくお待ちください。皆さんどうご覧になりましたか？やはりね、今日は5番の佐藤選手、やはり休み明けっていうことでね、はい、もう自分で先行しに行きましたよね。そうでしたね。やはり、ね、休んだ分だけ、先行では持たないっていう感じしましたね。はい、かかりきらないうちに、やはり枕で、ね、登山牌ですけどね。まあ、海田選手はね、中川選手の先まくり行かれまして、後ろへ切り替えて、また抜き返しましたからね。はい、決定、1着、2番、2着、6番、3着、3番。なお、2着は写真を参考に判定しました。お客様に第2レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服2番6番1110円、2社単2番6番1110円、3連服2番3番6番310円、3連単2番6番3番2310円、ワイド2番6番170円、2番3番100円、3番6番210円、以上でございます。3レースの選手紹介をご覧いただいています。5番1番村上選手に清水選手は北の両者です。そしてその他、はい、3番4番6番谷口選手、兵道選手、山下選手は中四国の3社、2番7番樋口選手、滝沢選手は最強の2社、3対2対2に分かれていました。では第2レースの決定を改めてお伝えいたします。第2レースは1着2番梶田舞、2着は写真判定の結果6番藤巻恵梨香、3着は3番中川涼子でした。2社単は26で1110円、3連単は2番6番3番で